金融機関の窓口で両替の手続きをすると五即位の記念硬貨と変えてもらえます。記念硬貨は500万枚発行され、金融機関の窓口で500円分のお金と交換できます。硬貨には天皇が即位するときに使われてきた高御座や菊花紋章などがデザインされています。記念硬貨は交換初日の18日は財務省が1人2枚までと制限していましたが、その後は各金融機関が交換できる枚数を判断しています。記念硬貨がなくなり次第交換終了となります。また自動販売機などでは使えないということです。